カルル、お前はないだろ。ちょっと待って、お前もないだろ。ちょっと待って、ゴルドンもない。はい、どうも皆さん、こんにちは、ハークです。ドラゴンクエストビルダー2やっていきます。では、とりあえず、どうしようかな。何からやっていこうか。頭の上についてる、あれかな、誰だったっけな、忘れたけど、行動の復旧からやっていく。お、来た来た来た。ついていけばいい。ついてって、で、銅をね、1000個も集めることはできないから、どうしようかっていう話ですよ。で、どこまで行くの、この人は。あんまり、奥でも行けないよね。爆弾持ってるけど。お弁当ももらったけど、キノコの焼き鳥とかいう。これお弁当と言えるのかと。なんか一口で、あ、めっちゃドアあんじゃん、めっちゃドアあんじゃん。まあいいや、後から行くか。ハンマーに変えとこう。ハンマーに変えて、どこまで行くの？お、来た来た来た。ここ？行動を繋いでほしいぞ。任せろ。爆弾で壊せと。そういうことですか？ここに、置けと。任しとけ。はい。逃げろ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 。行け。はい。火力。マジ火力。お、え？どうなってんのこれ。あ、もう一回置けってことこれ。もう一回。はい。置いて、もう一回壊せと。よし、いった !27 ダメージは食らいすぎ。あ、奥行くね。めっちゃ行くやん。ちょっと待って待って待って。早い早い早い。あ、敵がおる。え？え？うん。あ、橋じゃん。うん、なんだあれは。線路に箱みたいなやつが乗ってるぞ。箱？どうした？お、来た。あ、あれは線路の上を走るためのトロッコだぞ。ここはトロッコの発着駅。ここを終点にして地上にある行動に、ああ、そういうこと。お、待って待って。危ない危ない、死神が。はあ、ここに来るまでに線路が敷いてあるのを見たか。どうやらここがトロッコの終点みたいだぞ。行動の地面の跳ね受けた線路全部繋げれば。ああ、そういうこと。トロッコに乗れば。ああ、それは楽だな、確かに。地上からも一気にここまで来れるってことでしょ。お、めっちゃあんじゃん。修復のための線路。この辺りに使えるの。いや、ありすぎだろ。確かに行動の途中にも、うん、あったね。あれは、どこの、どこだ、あれは。さあ、途中の土砂を壊しながら、この線路をトロッコ、停止板があるトロッコの発着駅まで繋ぐんだぞ。そうそう、トロッコに乗りながら線路を引き返していくぞ。ああ、そういうことを乗りながらね。コツを聞きたかったらもう一回話しかけると。待って、行った。やべえ、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 敵だ。ちょっと待って、待って。ちょっと待って。一回待とう。タンマ。待って、弁当。はい。おー、怖え、やべえ、パンがねえ、ご飯ねえ、ちょ、待て、こいつ待て、こいつやばすぎる、こいつ。全然減ないじゃん、体力。ちょ、待て、危な。ちょ、シド行け、サイヤ人化した。81ダメージ？ちょ、待って、今戦うべき敵ではない、こいつは。待て。とりあえず、トロッコ、危ないって、ちょっとやめて。トロッコどこ？トロッコがどこにあるって？あ、これか。これを、よいしょ。こんな感じで。壊して、とりあえず全部持っていきたいところ。これぐらいでいいかな。とりあえず、ほぼ取ったでしょう。よし。敷いていこうか。これ乗りながら敷いてったらいいみたいなこと言ってたから、こういこう。で、トロッコを、こう降りて、トロッコを、あ、危ねえ、危ねえ、あいつ危ねえ、マジで。え？何やってんの？逃げてんの？自動変化。積み上げたり並べたりすることで自動的に備わった場所。ああ、そういうこと。よしよしよし。こうの？こうの？乗って、これ上まで乗せて、よいしょ。これは大変だな。結構道のり長かったよね。よしよし、そういうことね。自動変化だから勝手に、あ、やらかした。まあいいや、あ、やらかした。どっち行く？あ、まあ、よいしょ。あ、しくじった。あららららら、何やってんのさっきから。よいしょ。ちょっとむずいなこれ。よいしょ。これで、あ、なんか変なことなってないこれ。大丈夫？これなんかおかしいよね。こうか。あ、こうか。一回壊した方がいいか。これめんどいなちょっと。よいしょ。あ、でも三人称してんのがやりやすい説ある。こうか。こうか、こうだな。よし。じゃあ、よいしょ。こう上げてと。よし、オッケー。たぶんきっとこれは、早送りになってんじゃないかな。意外と、大変これちょっと大変すぎる。あ、もう訳わかんねえ。大変。はい。これはちょっと早送りじゃない、確実に。あー、わかった。塗る方法はいい、わかった。もうちょっと離れておいてほしい、もはや。よいしょ。よし。はい。よいしょ。これ大変。あ、待って、楽。うお、いいね。あ、ここが次ここだな。はい。よいしょ。いいね。どこまで行くこれ。あ、ここか次は。よし。大変これマジで。はい。あ、もういい。別にトロッコ乗り方わかるから、もう丸ボタン押すだけで乗れるから。よし。オッケー、次ここか。なんか板があるね。とりあえず、よいしょ。あ、間違えた。はい。
お、つながった。うわ、これでトロッコ停止板がある発着駅まで線路が敷けたぞ。そうそう、線路のそばにトロッコ停止板があると置いてましたね。ああ、勝手に止まると。よし、引き続きどんどん線路を敷いて地上までつなげるんだぞ。もし線路が足りなくなったら使われていない線路がどこかにないか探してみるんだぞと。うわ、3分の1。まだ3分の1しかやってないか。あ、何？ああ、停止板か。いやー、これはきつい。また、倍速だな、これは。また倍速ですよ。いやでももう外だから8個しかないな。足りるか？足らないな、これ確実に。あと3つでどうにかできるようなもんではないような気がする。あ、一応届いた。戻れんな、でもこれ。ん？向こう側にもあんのか。まあ、向こう側はまだいいや。よし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 。じゃあとりあえず、ほら、やったで。よーし、これで地上まで線路が通ったぞ。線路が通ればその間トロッコに乗って移動できる。走らなくていいし、片言と揺れて楽しいぞ。よーし、せっかく敷いてくれたのトロッコに乗って行動の奥に戻るぞ。おいおい、ハーク。お前ばっかりずるいぜ。俺もトロッコってやつに乗りたいぞ。いや、乗っていいよ。人数分の木のトロッコを線路、ああ、そういうこと。ハーク、町にある作業台で木のトロッコを2つ作るんだぞ。3人でお前も乗るんかい。お前も走っていけ。坑道の奥に戻ったら、駅の向こうの橋に渡るんだぞ。地図を見て先に進むんだぞ。オーケー。オーケー、達成。でも正直さ、トロッコなくても、ルーラーで行けんじゃねえの？地下まで。なかったっけ？あ、ないのか、ここは。木のトロッコ。まあ、一応作ってやるか。指導が。あ、線路も作れるようになった。オッケー。あ、停止板。いいね。停止板も作れると。よしよしよし。じゃあ、三つ作ってやるか。仕方がね。ここに、こんな感じで置けば。よいしょ。連結して。これ乗れ。なんでお前が前やねん。まあいいや。よし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 。これで、いいね、いいね、いいね。まあ、確かに楽にはなるよな。これ。ルーラがあれば一番楽だけど、ルーラなかったっけ？あ、で、ここで停止すると。ここの停止板壊してもいいかも。あ、邪魔邪魔。危ない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 。敷いたよ、ちょっと今。ちょっと敷いたよ。で、もう一回停止すんのかな、これ。ほい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 。OK、よし。で、ここで最後まで行けるはず、あとは。
いいね、いいね、いいね。銅掘ってくれてんじゃん。この、お前も手伝いよ。お前も手伝って銅を早く1000個集めないと、コルドンが、なんだっけ、カッパーマンになれないよ。よしよしよし、到着と。で、橋の向こう側に行けって言ってたから、橋の向こう側、うわ、やべえやつがおる。逃がしはせんぞ。いや、俺が来たんだい。逃げはしないんだい。行け、行け、白行け、白行け。行け、うわ、57ダメージ。ちょ、ここ敵強くね？敵強くないここ。よっしゃ。あ、夜は気をつけて。うわ、人間だ。君たちこんなところで何してるの？この行動は魔物も出るし、とっても危険なので気をつけて進むといいよ。特に夜になったら出てくる青い、ん？覆面の怪人に注意して。戦っても勝てないから、OK、わかった。相当強いんだ。行動は太陽がないから時間の、そう、わかんねえんだよな。その怪人は夜にしか出ないから夜に来て合図にもなるんだ。あ、そういうこと。OK、OK、わかった。怪人ね。あ、もしかしてあの死神みたいなやつ？ここにじゃ爆弾置こう。あの死神だってめっちゃ強かったもんね。キノコ食えるかな？体力ねえんだけど15% だから食べれる？ダメだな。食べれるアイテムがない。よいしょ。よいしょよいしょ。先に進みますか、じゃあ。ホイミスライムが仲間になってくれればな。一番ありがとう。やっべえやつおる。ちょっと待って。ここの。ここの。モグラ、モグラ野郎をぶっ倒して。ナイス、シド。マジシド強くなりすぎ。なんだあの剣マーク。攻撃力上がってるよとかそういうマーク。ちょっと待って。ちょっと待って。よいしょ。なんかこれは、避けれるから痛い、避けれない。倒せ、倒せ。あ、意外とでも体力少ない。痛っ。あ、やば。でもそんなこと言ったら負けそうな気がする。なんか、食えねえ？このサボテン。サボテン果実。果実？果肉？果肉か。あ、ツタの実食える。絶対そのまま食うもんじゃねえ、これ。ルビーラにしてくればよかった。いって、やべえ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 。18ダメージだったら次で死ぬ。危ない。いけ、いけ、いけ。ナイスキル。お、なんだ？よし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 。ステーキ！ステーキ！やば、ステーキをどうしたこいつ。おい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 。やー。あ、え、攻撃力上がった。え、攻撃力上がるんだ。やばいね。いいね。攻撃力上がる効果とかあるんだ。いや、ステーキくれるなら、あいつ倒すちょっと意味あるわ。ちょっとまあ、モグラはいいや、もう。モグラはいいで。ちょっと先に進んでいこう。ちょっと食料的にもあとステーキ1枚しかないから。ここにも線路があるな。繋がるってこともしかして。敵の匂い、戦いの匂いか。戦いの匂いがするぜ。あ、ルーラーある、ルーラー。ルーラーあるぞ。ルーラーあるのはいい。待って。ご飯食べとこうか、じゃあ。ここ、絶対こいつらだ。早く指導。あれはハーゴン教団の魔物だぞ。ははは、早くなんとかするんだ。なんでハーゴン教団がこんな奥にいんの？オッケー、ステーキ食べたから攻撃力もアップしてるから。よいしょー。オッケー、お、え？あ、びっくりした。落とし穴に落ちたんかと思った。指導頼む。指導。指導頼む。はい、はい、オッケー。はい、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 よしよしよし、モグラどもは弱い。問題はこいつだなって思ったけど意外と強くない。いた。よっしゃ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 。回避率高いから。ああ、2回攻撃きますから。よいしょ、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 よいしょ。いけ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 。ナイスー。ふしゃーって。あと、お前か。よし。オッケー。アクション。オッケー。魔物の群れを倒した。やったね。いいね。シドが強すぎ。でも魔物たちをやってつけてくれたんだな。筋肉がない。筋肉がないのはいいの。やっぱりこの行動の荒れ具合。講談の中は教団の魔物の巣になってる。マジか。ハーモン教団のやつら。え、マジで破壊してやめてくんない？ちょっと動画なくなっちゃうよ。おいらも魔物倒したいけど、おいら魔物恐怖症。まあ、それは仕方ないな。一般人にはね、それ魔物は危ないから。それはそうと気づけばかなり奥まで。そう、結構来たね。今の荒くれの数じゃこれ以上進んでも。あー、確かに少ないもんね。ちょっとルーラーポイントだけ。オッケーオッケー。ルーラーポイント取りたい。導きの玉があるみたいだぞ。玉に触れておくの。オッケー、忘れない。地下高度は複雑だぞ。迷ったらまずワープを作らんぞ。OK。結局線路は使わないかもな、これ。よいしょ。導きの弾を起動したと。じゃあ、とりあえず、戻りますか。よいしょ。ワープはどこかな？ここか。よいしょ。えい。OK。到着。やったぞ。OK。よっしゃと。グオーハーグ。行動復旧できたんだな。よくやってくれたぜ。これで、鉱石の採掘量が上がる。よしよしよし。いいね。それはそうと、ハーク。おめえに行動張るとき。いや、いいじゃん、別に。だって、焼き鳥だよ。はっきり言っておくか、フェルはお前に渡さねえ。いや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 。俺のライバルって。ちょっと待つんだぞ。いや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 、お前はだって戦わないじゃん？お前、オイラのライバルって。ちょっと待って、俺は、おむつをし、いや、お前はないだろ。カルロ、お前はないだろ。ちょっと待って、お前もないだろ。ちょっと待って、ゴールドンもないって。ペルは俺の天使だ。ペルを誰にも渡さないぞ。いや、お前はない。ゴーレもお前はない。ちょっと待って、え、指導入る？え、指導？何言ってやがるか知らんが。俺はバニーってやつに興味がある。
いや、師匠、それはちょっと勘違いさせるから。ペルは私の最愛の娘なんです。誰にも渡しませんからね。いや、それは仕方ないよ、主人。クソ、みんなペルを巡るライバルだ。絶対負けないからなーって。ペル争奪戦が始まった。いや、ゴーレムには負けない。よいしょ。ハークさん、口頭の復旧は順調のようですね。しかーし、バー作りも忘れてもらっては困ります。アラクレさんのやる気の源こそバーなのです。もし、まだ進めていないなら、設計図の、ああ、確かに全然進めてないからね。石の椅子を置き、石のテーブルの上に銅のジョッキを置いて、2箇所ドリンクテーブルを作ってください。OK。とりあえずこっちを作るか。全然当たってないからね、ちょっと。先に行動復旧やったから。アイアンの壁とかどこにある？ここら辺か。アイアンの壁はここら辺じゃ削ってって、これ多分アイアンの壁だったから確か。OKOK。これがアイアンの壁だから、あ、これでいいか。あ、危ねえ。お、キャンセルできたこれ。これで、あ、壁買った！ハイヤの壁はこれで一撃粉砕とはいかないのか。でも周りで結構アイアンの壁があるから、結構すぐに集まりそうだね、アイアンの壁は。これだ。こういうのはアイアンの壁じゃないんだ。もっと硬い何かなんだね。あ、ダメだね、これ。これもダメだ。アイアンの壁意外とねえ。意外とないぞ、アイアンの壁。じゃあアイアンの壁は今何個？ 11 個。アイアンの壁10、お？なに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 ？あ、バーか、バーか。びっくりした。なんかと思った。うお、もう夕方だ。本日の報告会を始めるぜ。報告会ね、どれぐらい集めた？よっしゃよっしゃ。今日もたくさん功績が取れたな。早速報告祭を、報告祭じゃない、報告代。まず、ハークの分をしれっと合図に渡す。今日のハークの取り分は銅8個、石炭11個だ。でもってゴルドン。90個！結構、取ったね、90個って。ゴーありがとう。どうあと910個。いやでも90個1日で取れるなら結構早いよ。報告会は以上だ。おめえたち、明日も張り切っていくぜ。いや、1日90個はでかいね。オッケーオッケー。ゴルドンやハークに配られる。俺にも配ってくれんの？マジで？ちょっとルビーラ入れとこ。ルビーラ、はい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 。じゃあ、アイアンの壁をとりあえず立てていきますかね。24個か。角ね。まずここか。はいはい。ここ、ここね。オッケーオッケー。はいはい。で、あとは左壁か。ここね。よしよし。はい。はい。オッケー。ルビーラできた。よいしょ。はいはい。オッケーオッケー。で、アイアンの壁がなくなったと。作れる？アイアンの壁って。作れたりする？したら楽なんだけど。いや、ないか。アイアンの壁を作れるほどまだ成長してない。いや、無理っぽいな。まあいいや。アイアンの壁以外のアイテムを取る。取ってないよね。アイアンの壁。取ってないね。ない。あ。なんかあった。石炭か。石炭。まあいいや。全部もらっとこう。よしよし。ありがとう、マシモたちよ。これで、作れたりはしないよな。まあいいや。アイアンの壁以外取ろう。銅の壁。銅の壁が64個か。結構いるね。じゃ、銅インゴットをいっぱい作んないといけないか、これは。だな。銅インゴットを作ると。あ、一気にいけるこれ。一気にいけるんだ。いや、じゃあ全部入れとこう。よいしょ。よいしょ。はい。はい。時間かかりそう。めっちゃ時間かかりそう。あ、でも意外と早い。まあいいや。じゃあとりあえず、この店長の言ってるドリンクテーブル、作ろうか、先に。何がいるのこれ。石の椅子の上に石のテーブル。あ、違う。石の椅子を敷き、石の上のテーブルに銅のジョッキを置いてくださいと。で、銅の、なんだっけ、ジョッキがルビーラいるから、まあ、ルビーラ今、さっきからずっと作ってんだけど、よし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 。じゃあ、椅子と、椅子とテーブルね。これが2個。2個と、まあ、石は結構いっぱいあるからね。よしよしよし。で、石、椅子を3つ。よし。で、ジョッキが、どこかな、ジョッキ。どれかな？ん？どこ行った、ジョッキ。消えた。あ、これか。あー、まあ、4つだけしか作れないけど、まあいいや。よいしょ。よし。で、どこに。うわー、出てるー。よいしょ。よいしょ。もう、寝てんじゃん、そこに。やめて。ちょっと、衛生悪いよ。椅子。どうの椅子。あ、石か。石の椅子が1234。1234か。3つだけか。これ出して、これも、これもだ、これじゃない、これも出して、あと、これも出すと。よし。
で、ここに椅子か。椅子。椅子。ここかな、じゃあ。椅子。よし。で、ルビーラ取って、ルビーラ絞って、で、テーブルが石のテーブル。これか。これがここ、あ、そこ。そこか。ここね。オッケーオッケー。あ、じゃ、ここの上にルビーラ置けばいいのか。よし。で、ルビーラを、はい。あ、これだけか。ドリンクテーブル。オッケーオッケーオッケー。できた。え、マジで？え、これだけで鉱石の採掘量が上がると。お前らのやる気とは一体。店長。ああ、素晴らしい。ドリンクテーブルが2カ所できたんですね。バーができていけば、荒くれさんたちのやる気が出ます。鉱石の採掘量も上がっていくはずですよ。以前にもお話しましたが、このオッカルム島は昔、ゴールドラッシュの、湧き立つ豊かな島でした。一日に何千、何万と、何万マジか、何万はやばいな。しかし、いつしか鉱山から鉱石が取れなくなって、争いね。そんな時です。ああ、人々の争いをなくすと言ってやってきたのが、ああ、塞いだのか。あ、まあね、閉鎖したらね、確かに争いはなくなるけど、あ、夢もなくなったと。教団の支援に背くのは今でも少し怖いですが、ああ、かけたと。オッケーオッケー。ハークさん、バー作りのに行動の祝福、改めてよろしくお願いしますね。オッケー、達成と。よっしゃ。え、じゃあ、ちょっと待って、びっくりマークはいいけど、多分ね、レベルが上がったらアイアン作れるようになるんじゃないかなと思うんだよ、この、ベルレベルが。上がんないな。で、まあ、インゴットもこんな感じだから、おお、やばい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 。うえ、眩しいって。じゃあ、とりあえずね、ドリンクバー作って、区切りがいいんで、今回はここで区切りたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。また次回。バイバイ。